ブロックアイランドはアメリカ海軍の護衛空母、防具級の一隻。その名を持つ艦としては2隻目。ドイツ海軍が沈めた唯一のアメリカ空母であると同時に第2本、帝国海軍以外の海軍によって沈められた唯一のアメリカ空母でもある。ブロックアイランドは海事委任契約の元ワシントン州タコマのシアトルタコマ造船所で1942年1月19日に 稿した1942年6月6日に HB ハッチンソン夫人によって浸水し、1943年3月8日に LC ラム税官庁の指揮下収益した。当初はアベグ2 1と指定され、1942年8月20日にアッコブ -21 に監種変更、1943年7月15日に 北部21に再変更されたブロックアイランドは1943年5月にサンディエゴを出港しバージニア州のオフォークで大西洋艦隊に合流する1943年の夏にベルファストへ向けて陸軍の戦闘機飛ぶ死を2度輸送した後対戦水艦攻撃部隊として作戦活動に入る4度の対戦巡航で ブロックアイランドの関西機は2隻の潜水艦を撃沈した。U-220、1943年10月28日、北緯48度53、成形33度30。U-1059、1944年3月19日、北緯13度10、成形33度44。1944年3月17日には、 駆逐艦コリー 5A 駆逐艦ブロンシュタインと共に U-801 を北緯1 6度4 2西経3 0度2 0の海域で撃沈した。1944年5月6日にはバックレート共同で U-66 を北緯1 7度1 7成形3 2度2 9の海域で撃沈。1943年3月1日にはトーマス。 オストウィック・ブロンシュタインの3隻と共に U-709 を撃沈し、同日ブロンシュタインは U-603 を単独で撃沈している。ブロックアイランドは1944年5月23日にカサブランカを出港し、マデーラ諸島、カーボベルデ諸島周辺海域を紹介した。五月十九日二十時十三分、マディラ諸島ファンチャル島の西南西百二十海里で、 ドイツ潜水艦の放った魚雷が命中。続いて、さらに2本が命中し、20時40分には、対艦命令が出され、ブロックアイランドは沈没した。護衛駆逐艦、アーレンスとロバート・アイ・ペインが、乗員951名を救助した。ドイツ潜水艦は護衛駆逐艦バーも来撃して、損傷させたが、アーレンスのソナーにより探知され、 護衛駆逐艦友人イエル m a のヘッジホックによる攻撃で、その潜水艦 U-549 は撃沈された。ブロックアイランドは第二次世界大戦の先行で2つの従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。